毎年恒例新入隊員紹介の時間よ。カサネ、ナオミ、自己紹介してちょうだい。カサネ・ランドール、超能力は念力、よろしく。え、それでおしまいなの？カサネったら案外シャイなのね。それじゃあ次お願いね。はい、私はナオミ・ランドールです。カサネとは姉妹で、超能力は未来予知です。直前の未来しか見えないんですけど、皆さんのお手伝いができるよう頑張ります。未熟者ですがよろしくお願いします。ナオミ、とってもいい挨拶だったわ。このランドール姉妹が今期の新入隊員よ。カサネは首席、ナオミも5番目の成績で訓練課程を卒業した逸材なの。とはいえまだまだ歩き始めたばかりのひよこさんだから、先輩になるみんなも指導をよろしくね。さて、小玉招待から転属してきたシデンも紹介するわね。シデン、自己紹介して。シデン・リッタ、超能力は放電。僕は貴様たちと馴れ合うつもりはない。まだ反抗期真っ最中なのね。ゲンマはシデンのことを知っているわよね。意地っ張りさんだから小玉正体とは折り合いが悪かったみたいだけど、本当は頑張り屋さんなの。仲良くしてあげてね。バカにするな。バカになんてしていないわよ。シデンも最初は緊張すると思うけど、みんなと仲良くね。強化隊は家族なの。私のことはお母さんだと思って何でも相談してちょうだい。あ、そうだわ、肝心の私の紹介がまだだったわね。私は強化エデン、超能力は複製。第一連隊第八中隊の中隊長とこの01小隊の隊長を兼任しています。他のみんなも自己紹介をよろしく。ゲンマ・ギャリソン、超能力は硬質化だ、よろしく頼む。ここには志願兵はいないようだな。志願兵？スカウトじゃなくて自分から海抜軍に入隊を希望した人のことよ。僕たちスカウトから見れば落ちこぼれだ。シーデン、うちの隊でそんな差別は許しません。差別じゃない、区別だ。取り消しなさい。すみません。最後は私ですね。私はハルカ・フレイザ、超能力は精神感能、テレパシーです。3人ともよろしくね。はい、以上で自己紹介はおしまい。これから早速実地訓練任務を行うわね。今回はツーマンセルで行きましょう。カサネとシデン、ゲンマとナオミでサスをつないで、私は隊長としてみんなのサポートに回ります。全員準備を整えたら1時間後に水羽川に集合してちょうだい。では解散。おい、カサネ、僕がこの班のリーダーでいいな。心配だわ。何？僕の能力を疑うのか？え、何？何を怒鳴ってるの？何をって。悪いけど、私、組分けを変えてもらうわ。何？新入隊員のくせに、僕をバカにするのか？あなたバカ？カサネちゃん、同じ隊の人とは仲良くしないと。シデンさん、ごめんなさい。どうしてお姉ちゃんが謝るの？それよりお姉ちゃんと離れるのは心配だわ。私隊長に掛け合って。カサネ、私はこれでも中隊長を兼任しているのよ。あなたより力は上だから安心してちょうだい。それに
成績を見ればナオミだって立派に戦えるわ。お姉さんを信じてあげないと。わかりました、隊長。うん、いい子いい子。じゃあシデンと仲良くね。ナオミ、行きましょう。はい。じゃあサスをつなぎましょう。私がリーダーでいいわね。何？耳が悪いの？そうじゃない。ならいいわ、行きましょうか。ついてきてちょうだい。水葉川に向かうわよ。こいつ。あ、カサネ、ちょっと待って。何？はるかだったかしら。ええ、よろしく。カサネにバイアスのことで伝達があるの。連絡ミスがあったみたいでごめんね。バイアス？今海抜群で開発中の超能力の働きをより高めるための大脳補助システムの名前よ。毎年被験者が選ばれてシステム活用時の実践データが収集されるんだけど、カサネもその被験者の一人なの。まだ開発中のものだから効果の出方が不安定だし、副作用もはっきりしない段階なんだけど。つまり実験台になれってことね。それで私はどうすればいいの？さすが主席、飲み込みが早いわね。まあ命令だからどのみち拒否権はないんだけど、とりあえず起動してみて。他のシステムと一緒にインストールは終わってると思うから。これでいいのかしら。特に変わった感じはしないけれど。システムが脳に作用して重ねの能力の流れをビジョンで可視化しているらしいわよ。超能力って結局はイメージの力でしょ。常に流れを意識することで力が研ぎ澄まされるんだって。あとサスの接続もスムーズになったりね。残念ながらあの激痛は減らしてくれないけど。だいたいわかったわ。常に起動していればいいのね。あとこれは噂なんだけど、知っておいた方がいいと思うから伝えるわね。バイアスが原因で脳が暴走状態になったとか、精神が不安定になったとか、そんな話もあるの。だから重ねも無理はしちゃダメよ。もしも何かおかしいって思ったらすぐに言ってね。ええ、何かあれば報告するわ。呼び止めちゃってごめんね。任務に遅れないように気をつけて。それじゃね。実験ね、本当に効果はあるのかしら。まあ考えても仕方ないことね。さてと、集合場所は水葉川だったわね。準備ができたら向かいましょう。全員揃ったわね。エデン隊長、質問よろしいでしょうか。あら、ナオミ、海抜群は名前で呼び合う慣例があるの。そんなにかしこまらないで。みんな見た目と年齢がちぐはぐでしょ。階級も事務処理上のものだし。海抜群が重視するのは強さだけってことだ。強さだけって言い方はあまり好きじゃないけど、大体はそういうことね。それで質問は何かしら。はい、あのまだハルカさんが到着していません。何かあったんじゃ。ハルカはうちの招待のオペレーターなの。テレパシーで後方から支援してくれるのよ。聞こえます？半径500キロ程度ならシステムの補助なしでテレパシーを送れるわ。ただ体力を消耗するからグループに入ってもらうわね。ナオミ、カサネ、パーソナルポートを開放して。
各班の代表はナオミと、あら、カサネなの？シデン偉いわ、新入隊員に班長を譲ったのね。いえ、私の方がふさわしいと思ったので志願しました。はあ、まあそれで納得したなんて、シデン偉いわよ。さて、早速任務にかかりましょうか。はるかの誘導で所定のゴールへ向かってちょうだい。途中の階は全て殲滅、ただし叶わないと判断した場合は逃走を許可します。以上よ。了解。それじゃあ、カサネちゃん気をつけてね。シデンをあまり挑発するなよ。新都市開発特区か、つまらん場所だな。任務に面白いもつまらないもないでしょ。バカめ、この辺りは大した怪異が出ない。新兵にはもってこいの訓練場所なんだ。僕ほどの超能力者になれば。何あのドローン。しといたのにバレたのね。強化隊長、カラスです。え、うちにカラスの餌食になるような子いたかしら。カラス、カラスってマスコミのことですか。ランドールのお嬢さん狙いじゃないのか。民間人を助けた英雄なんだから。いえ、僕の立ち入り禁止区域に小玉正体が出撃中です。おそらく嵐狙いでは。嵐も気の毒にな、カラスにつきまとわれて。ちっ、せっかく小玉隊から外れたのに、また奴らの近くで戦うのか。みんな、カラスの中継がかなり邪魔だと思うけれど、気を取られないでね。されてる時点で招かれざる客だって理解できないのかしら、カラスって。仕方ないわ、マスコミは海抜軍の活動を中継する権利を盾にやりたい放題だ。うっとうしいな。まあ有名勢ってやつだな。次も物資が手に入ったわね。敵が珍しいものを落としていた。この僕がサス接続してやってるんだ。せいぜいうまく使いこなせよ。できるものならな。3つの攻撃を確認したけど大丈夫だった？水浸しになると動きにくいだろうね。攻撃してきてるわね。当てると大変よ。ビリビリして動けなくなるから。
ス1だ。重ね、方向が違うんじゃないか。重ね、方向が違うんじゃないか。ちょっと待って、そっちは逆方向よ。もう一度目標地点を確認して。水波川上空って断絶の帯が濃くなってる場所よね。そう、町の建設中に断絶の帯の流れが変わって怪異が多発する場所になってしまった。強力な怪異は多くはないが、みんな気を抜かんようにな。変わるわ、シル。まだこれからよ。ナオミ、緊張しているのか。少し呼吸が浅くなっているようだが。
近くに物資反応があるみたいね。抜くな。何？しまっ、はい、敵は麻痺状態ね。今のうちよ。プラスで新しいものを落としていったわよ。僕としたことが。成長でき
生卵の中間にあたる水幅を居住地にするため開拓が進められていた場所なの。工事中断後の今も重機だらけね。それと水幅に架かる橋はまだ交易ルートとして使われているわ。こんなところね。こんなところね。試練は児玉隊から移動してきたのよね。そんなに児玉と折り合いが悪かったの？あの女、普段は調子よく振る舞ってるが、腹の中じゃ何を考えてるかさっぱりだ。変わるわ、シデン。それはいつ、僕にだけ妙に当たりが強かった。次は、水での攻撃を確認したけど、大丈夫だった？水浸しになると動きにくいのよね。こんなところに力を渡して。まだこれからよ。カサネハン、状況はどう？シデンとはうまくやってる？シデン？ああ、はい。お前、今僕のことを忘れていたな。僕が班長でもこれぐらいのことはできる。何かいるわ。さすが重ね、私より早く怪異の反応を捉えたのね。止まって、こいつは重大怪異だわ。隊長、ゲンマ、目的地点に重大怪異出現。重大怪異って過去に怪物軍を殺してしまった怪異のことですよね？え、その通りよ。来るわ、迎撃します。私たちがそっちに着くにはもう数分かかるわ。持ちこたえて。重大怪異接触します。重ね、無理しちゃダメよ。シデン、フォローお願い。面白い。僕の力を見せてやる。吠えてないで、さっさと片付けるわよ。怪物軍を殺した怪異、闇雲に攻撃するだけでは危険ね。頭を使え。
例えばあれを利用するとかな。念力のお手並み拝見だ。来なさい。あいつは今びしょ濡れだ。変わる足で。今こそ殺で僕の超能力を使う時だぞ。分かってるだろうな。おい、この怪異の背中の水槽、中に入っているのが水なら使えるかもしれないぞ。やったか。余計なことをするな。自分の身くらい自分で守れる。この戦いにおける主役はもちろん初陣で重大怪異を仕留めたカサネ・ランドール少尉でしょう。それではランドール少尉にお話を伺います。おめでとうございます、ランドール少尉。今のご気分は？ずいぶんお疲れのようです。初陣での初金星、手応えを感じたんじゃありませんか？彼が全ての指揮を取りました。あとはこの試練に聞いてください。何？遅れてごめんなさい。よく戦ってくれたわね。で、あら、試練ったらかわいそうに。すまん、こちら嵐だ。カラスどもがそっちに食いついたらしいね。嵐？そうなの、試練が捕まってるわ。今こっちで引き取る。あら、嵐らしくない。カラスがいないと小玉の機嫌が悪くなるんだよ。はーい、嵐スプリング隊？これから奥で怪異掃討作戦を行います。マスコミの皆さんもぜひいらしてください。やっといなくなってくれたわね。みんな巣王に戻りましょう。了解。